水墨画は、墨と筆、そして紙さえあれば描けるわけですから、素人にも描きやすいわけですよ。で昔は皆さんがですね、誰もが文字を、筆で文字を書いていたわけですから、昔の人々にとっては、水墨画っていうのは、現代人とは比較にならないほど、より身近なところにあったわけですね。でこの絵は素人の水墨画の一例と言っていいのかもしれないんですけれども、これ仙外技本と呼びます。仙外技本という江戸時代の伝統です。この博多のですね、正福寺の住職をしていた人でちょっと有名な人なんですけれども、これ丸三角四角っていうタイプと呼ばれています。でこの丸三角四角なんていうのは、そもそもこれは絵と呼んでいいのかどうかっていうのは言い難いわけですよね。でこれが何を意味しているものかについてはいくつかの説明があるわけですけど、あまりはっきりしてはいません。禅の坊さんっていうものはすごく皮肉っぽいことを言う人が多いですから、俺が書いたこれが分かるかよっていう、そういうようなことになるのかもしれないですね。むしろ書かれたものがすぐ分かってしまったら面白くないぞっていう、そういうことを言ってるのかもしれないわけです。これは明確ではないですね。下の方見てください。これも千五百義本が書いた座禅ガエルって、座禅ガエルっていうタイトルの作品なんですね。で、ここにですね、字が書いてあります。何が書いてあるかというと、座禅して人が仏になるならば、そしてカエルが書いてあるんですね。座禅して人が仏になるならばと書いてるわけですね。座禅だけしていても悟りなんか開けないよ。日常生活の全てを修行と見る禅の言葉なんですね、これは。仙外和尚というのはこんな絵をいっぱい描いたんで、とても人気が、応じきれないほど注文をさばいていた、そういう人なんですね。でですね、ある人が仙外和尚に何か私にめでたい言葉を書いてくださいと頼んだということなんですね。そしたらですね、ほいきたと和尚さんは筆を取ってですね、こんなことを書いてくれたということなんですよ。と、し、し、お、し、まごし、言うんですね。頼んだ男はですね、驚いたってですね、和尚さん、これはひどいよと、こんな縁起の悪いものは、いくらなんでももらっても家にかけられないよと、そういうふうに文句を言った。ね、仙外さんはですね、ごめんで言った。何が縁起が悪いものか、まずじいさんが死ぬ、次に親父が死ぬ、その次に子供が死んで、最後に孫が死ぬ。順序正しく死んでいけば家中に若気にするものがない、こんなめでたいことはないじゃないかっていうような、そういう返事をしたんですね。すごく臨機応変で遠いような発想を持っていた人なんですね。でまあ、禅の問答っていうのはこうした面白さが現れているものなんですけれども、こういう人だったんですね。さてちょっと薄いから見えるかな。これはですね、鼻毛の老子、老子これね、鼻毛の老子とも言われている疲れた老人の姿を描いたものです。で初めてこの絵を見た人でですね、素晴らしい絵の絵はっていう人は誰もいないと思いますね。なんでこの絵はっていうと、目つきが悪いですよ。から鼻毛もしっかり伸びてるんです。爪なんかですね、この5センチくらい伸びてるんです。爪が棒を伸びてるんですね。非常に一歩前はおっちゃんなんか、じいさんなんですけど、でもこれは東山おもつ、まあ、東山魚物っていうんですか、東山おもつの名品だって言われてるわけですよ。で、おもつっていうとですね、足利義満の将軍家のコレクションであるわけですね。でこの絵そのものがね、素晴らしいかどうかは別にしても、このリアリティっていうのはすごいんですね。でもまあ子供に言わせるとですね、誰がこんな子供で変なおっさんだという、そういうふうに言ってしまうんですけれども、こういう水墨画もあったりするわけです。ここまでとりあえずですね、水墨画の広がりとして、いろんなタイプのものを紹介してみました。僕が見たかったのちょっと厄介だなと思ったかもしれないですね。風景一つ、風景が一つとってもそのままの風景じゃないですし、理想郷を描いてるんだよっていうことです。あと、リハクルとこの監視なんかとも関連しちゃってるし、
まあ、一番扱いそうなのは禅の精神に結びついているというようなことですかね。まあ、そういうようなこともありますけれども、今日はですね、日本水墨画のチャンピオン、日本水墨画の一人第一人者というあたりを見ていこうと思いますね。一人第一人者というあたりを見ていこうと思いますね。はい、この方です。お話しやめてね。よろしいかい。はい。新蔵という、まあ、新蔵の前ですね。これは誰でしょうかということですね。ちょっとね、詳しい人ですとね、こう言います。あ、この人はね、日本人じゃないね。だってこの付近は中国のお坊さんが被るもんだから、って言います。でもこの人は日本人です。日本人で中国に留学したお坊さんで画家、つまり画僧ですね。絵を描くことを職業にしているような位置にあるお坊さんなんですね。で、子供の頃、何かでネズミの絵を描いたっていう逸話がある人です。もうわかりますよね。雪舟。雪舟です。この絵は雪舟71歳の時の自画像です。で、弟子の秋月、秋の月ってあるんです。秋月に与えた自画像の写しですね。ですから、この顔は雪舟が自分の顔を描いたものなんですね。これの写しです。で、もうお前は、弟子に対してね、もうお前は免許改善だよっていう印に、弟子に修了証書として与えた自画像のことを珍蔵って呼びます。だからまあ、自画像なんだけど、これは弟子に与えた免許改善の印として描かれたもの。そういうものは珍蔵と呼ぶわけですね。雪舟という人はですね、まあ、いつの時代の人かっていうのはちょっと分かりにくいようなところがありますけれども、雪舟は日本人の絵描きで初めて生没年、生まれた年、死んだ年が具体的な、それからですね、描いた作品がどれであるのかが分かる人なんです。なぜっていうとですね、それまで、雪舟以前までは、掛け軸なんかでも、書いた人の名前、作者の名前を入れる習慣というものがありませんでした。だから、それまでは誰が書いたものかよくわからないという作品ばっかりだったんですね。雪舟が初めて名前を入れるように、画面にこういうふうにですね、名前を入れるようになったわけなんですね。だから雪舟は日本の作家の中では初めて、はっきりと個人が特定できる作家なわけなんです。でまあ、こういう習慣はですね、作者の名前を入れたり、作者がはっきり作品の特定できるというのは、ちょうど同じ頃、ルネサンスの頃ですから、雪舟の時代というのはね、同じ頃、西洋でもやっぱりそういうふうなことが始まったわけですから、まあ、世界的にそれは同じだっていうのは面白いなと思いますね。皆さん、雪舟っていうのは、イメージ的にですね、水墨画を描いた人なんだよな、お坊さんなんだよなっていうのはあると思いますけど、雪舟の名前は何でしょう？ちょっと聞いてみたいと思うんですけど、手なくて言えないというか言えないですけどね、雪舟は正式に言うとですね、雪舟道場っていうのが正式な名前なんですよ。で、雪舟って一般的に言うのはこれは道です。それから東洋っていうのは、これ、ちょっと字が難しいですけども、意味なって言います。で、意味なっていうのは、本名言います。で、本名とは別にあだ名みたい、あるいは自分で代表つけるんですけども、あだ名みたいな形で呼ぶのを号と言います。だから俳句を作ったりする人なんていうのは、その号で言いますよね。だ書道を書いたりする人なんかも、自分の本名じゃなくて号で呼びますよね。それと同じような形のことが、雪舟ということになるわけですね。ですから、号と意味名をくっつけると、雪舟道場ということになるわけなんですね。まあ、昔はですね、号で呼ばれるようになると、その人の名前は本名で呼ばれなくなる。本名は隠された名前となって、意味名って呼ばれていたわけです。さあ、これ、雪舟さんは名字は何なのということになるとですね、雪舟は出家してお坊さんになりました。
僧侶になって絵の才能を認められてお寺の中でも鐘を描く画僧になったわけですね。雪舟は出家した僧侶ですから家の名前であるような名字っていうものはないわけです。だからただの雪舟でいいと、はい、なるわけですね。そもそも水墨画っていうものはですね、8世紀頃の中国の発明です。でそれが室町時代になると盛んに、日本でも描かれるようになってきました。まあ輸入品なんですけどね。で水墨画が絵画表現として可能性があるから日本で受け入れたっていうそういうことじゃないんですよ。で、実はですね当時の中国文化っていうのは日本人にとっては何でもかんでもステータスだったわけです。まあ最近は中国と日本の関係もつったもんでなんか危うい感じになってるところがあると報道されてますけども、あれは単なる報道だけで実際はそうじゃないらしいんですけどもね。当時の日本人にとって中国文化っていうのは最も権威のある憧れの存在だったわけですね。まあ第二次大戦後は日本人にとってアメリカとかですねステータスだったわけですね。アメリカの文化あるいはヨーロッパの文化だったら何でもかんでもかっこいいぞと思っちゃったりするところがあっていたわけですけども、室町時代あたりまでは中国の文化ってものがそれに相当するものだったわけですね。まあ、一番の近い先進国だったわけですからありがたがられたわけですね。でここに書いてある人の名前です。家計、馬縁、領海、木計、ね、水墨画で人気があったのはこの4名の画家たちです。これ中国の画家、中国人の有名な画家なんですね。この 4人がですね、言ってみると高級ブランドになってたわけですね。グッチとかエルメスと似たようなものでして、まあ、日本人の海外ブランド志向はですね、昔からあったわけですね。この時代に、日本の絵描きに求められたのは、基本的には人気のある中国の画家の絵のように描くということです。ここにですね、李東、領海、玉剣と書いてありますけども、注文はですね、状態風に書いてね、家計風に書いてくださいなと、そういう注文を受けるわけなんですね。だから、まあ、とはいえ、そっくりそれを真似しなさいということではないんです。その書き方を、自分流にアレンジをして、工夫して書いてねっていう、そういう依頼のされ方をしたわけなんです。だから、まあ、模造品を作るような、そんな感じがあったのかもしれないんですね。これはですね、ちょっと変な形してますが、器型に書かれたものです。で、実はこれね、全部ね、ここにね、雪舟、雪舟と書いてあるんですよ。雪舟、雪舟と書いてある。外にはですね、これ李東、それからこれ両方書いてある。ね、玉剣でしょ。雪舟と玉剣の両方のサインが入っているわけなんですね。ということは、これは雪舟が玉剣風に、玉剣の書き方を使って書いたものですよっていう、そういうことを表しているわけなんですよ。まあ、当時の絵描きというもの、日本人の絵描きというものは、いろんな書き方が自由自在にできる必要があったわけですね。現の水墨画っていうのは、景色とか偉大な僧侶を描いてたりしたんですけれども、風景とかですね、それはまあ偉大なお子さんの姿を描いてたんだけども、それらのほとんどが、中国の風景であったり、中国の話ばっかりだったんですよ。で、雪舟が評価されているのは、そういった中国の舶来品に対して、日本人が自分の国の風景としてその表現に取り組むようになったということですね。で、それは内容的にも描写方法においても、日本的な水墨画というものを確立していったという、そこに、雪舟の価値があるとされているわけなんですね。雪舟の絵がすごくうまいからっていうことじゃないんですよ。どちらかというと雪舟の絵っていうのはそんなにうまい絵描きではなかったって言われるぐらいなんですね。日本的水墨画を確立した人なんだよっていう、そこに価値があるんですね。日本的な特徴っていうのは何かっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですけどね。2枚よく似た絵があります。なんか、ヘタンが肩から覗いていますよね。この覗いてこちらの方が分かりやすいと思いますが、これはですね、
あ、摂取じゃないですよ、これはね。ガマを、ガマガヤです。ガマを操るガマ仙人を描いたものの部分なんですね。で、中国で描かれたもの、どっちかは出てくるんです。あの、一方が中国的な描き方、もう一方が中国の絵を参考にしてるんだけど、日本的になっちゃってるよっていうものなんです。まあ、映したものなんですけれども、さっきとスタイルが変わっちゃってるんですよ。どっちが中国製でしょうか、どっちが日本製でしょうかって考えてねっていう、そういう問題ですよね。ヒント。はい。これは中国と日本の文字の違いを比べたものです。右側はですね、8世紀の経典で大陸のものですね。まあ、中国のものって言えないのかもしれないです。大陸のものなんですね。この文字見てると、がっちりとですね、きっちりと組まれて書かれている文字、感じですね。左側、こちらはですね、平安末期、西本願寺の36人衆っていうものですね。これが、まあ、花文字の柔らかな美しさがあるわけです。まあ、あの文字におけるこの違いっていうものがですね、水墨画においても同様にあるって言われているわけですよ。もう一度、ガマ仙人見てみましょう。はい。もう、わかりますよね。この左側が日本的な表現です。まあ、つまり正確な客観描写よりも柔らかで曲線的で情緒的な、ね、ムードを大事にする線の使い方っていうものが特徴的だと思います。それから一本の線にね、強い太い細いがあるんですね。まあ、こういう雰囲気が日本的な表現だと思ってよろしいと思いますね。これも見たことある人いると思います。摂取がダルマを描いたの。ダルマさんと思ってもダルマの原型にあたるお話なんですけれども、岩見てください。岩はゴツ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 してて、これは、中国的な描き方なんですね。で、ダルマさんとですね、あ、ダルマとですね、このお坊さんですね、こちらの方の線はすんなりしたすっきりした表現で描かれて、曲線で描かれてますから、これは日本人的な線だなっていうのがわかると思いますね。で、このダルマっていう人はですね、あのインドから中国へ禅を伝えた人ですね。で、この絵は何を描いたのかっていうと、少林寺の岩穴で9年間壁に向かって、岩の壁に向かって座禅をし続けているところに、そこに一人の僧がやってきました。噂を聞いてですね、大した人がいるんだけども、ずっと座禅をしていてね、誰も弟子にしてくれないんだよ、そういう話を聞いてやってきた。入門したいということでお願いをするんだけれども、でもこのダルマさんはですね、全然見向いてもくれない。それでこの人はですね、意を決して、自分の左手を切って、言いますか、これ左手を切ってダルマに差し出した。それを見てダルマは入門を許可して、エカという名前を与えたという、そういうお話を書いたものなんですね。これエカです。エカっていうのは、この人に与えられた名前です。エカが断筆。だから、これ肘のことですね。まあ、手のことかな。手を切った図。エカが、手を切った図。エカ断筆って呼ばれるもの。これはダルマの拡大です。真横から描いたものですけど、目つきが鋭くてすごく印象的です。で、体の皮膚の線というものは墨色がちょっと薄めでですね、極太の輪郭線というものがすごくインパクトが強いわけですね。これ顔の拡大ですけれども、画面全体を見たときと比べると相当印象が違うと思います。墨だけでなくて顔がですね、肌色なんかも使ってたりするわけですね。だから薄墨からひげの濃い墨まで、あるいは極太の薄めの輪郭線のさまざまに、使い分けて描かれてるっていう、そういう絵です。かたやこの絵下の方を見てみますとですね、分かりますか、ここにですね、赤くね描いてあるんですよ。これは腕を切り落としたために血がにじんでるっていう、そういうリアリティを持っているんですね。それで片方の手で自分のことをこう持って差し出しているっていう、まあ実は恐ろしい感じのところを描いているんですけれども、そういう、
もう一枚、接種の手を見てみます。なんとなく接種のですね、各あの線というものがあのイメージ化できているんじゃないかと思うんですけれども、優しくて穏やかです。で、この絵はですね、上野の国立博物館、東博にある、有名な絵なんですけれども、でも、ちょっと変わった絵だよって言われてます。すごく小さな作品なんですけどね。一番変わってるなって言われるのはこれなんですよ。ここからずーっと真ん中に伸び上がっていくね、この線。これ一体何なのっていうのを最初にですね、疑問を感じてしまうわけなんですね。で、この線の左側には、これは白い岩山が描かれています。冬ですからね。冬の岩山が描かれているわけですけど、この右側、こいつは何なのっていうことなんですけども、半端な形でこの線を割っちゃっているわけですね。だからこの絵はすごく抽象的な部分があって大胆に描かれているんですが、他の絵を見てみるとですね、こういう接種の絵があるんです。あ、このことなのかってことは、こういうのを見ると分かります。つまり、これ手前の山ですね。これはもうせり出した岩なんです。巨大な岩がですね、ぐーっとせり出してきているという、そういうことを書いてある部分なんですね。だからこれは遠くの方にしか見えるし、ここは岩なんですね。で、ここは書かれてないという、そういうことなんです。まあ、そういう抽象性を持っていたりもします。